まずはじめに本日をもって侍ジャパントップチーム監督を退任することになりました稲葉監督よりご挨拶申し上げますえ皆さんこんにちは本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございますまたこのような場を設けていただきました関係者の皆様に心より感謝を申し上げますそして今なお新型コロナウイルス感染症と 日々、最前線で戦い続けてくださっております医療従事者の皆様、そして私たちの暮らしや社会を支えてくださっていますソーシャルワーカーの皆様に対しまして、心からの敬意と感謝の気持ちを申し上げるとともに、感染されてしまった方々やご家族の皆様にも、一日も早い回復とお見舞いの言葉を申し上げます。 2017年7月31日の監督就任から丸4年と2か月が経ちました、まあ、あっという間の気もしますし東京オリンピックの大会期間がもうずいぶん前のようにも感じますただ就任すると決めた時に心の中にオリンピックの借りはオリンピックで返すと強く誓い すべてはここから始まったことは昨日のことのように覚えております。監督経験のない私でしたが振り返れば就任直後に若い選手たちと戦ったアジアプロ野球チャンピオンシップ遠いコロンビアの地で貴重な経験を積ませていただいたアン u ー2 3のワールドカップ世界最強といえる相手と渡り合って あった日米野球本番を見据えて戦ったプレミア12そして数々の強化試合そして練習試合とたくさんの経験を積ませていただきました全ては東京で開催されるオリンピックという最高の舞台で野球日本代表が最高の結果を得るためにまず私が学び いろんなことを試しながらチームを作り結束していくことで本番を迎え自分への誓いを実現することができましたそして今日野球日本代表監督としての契約期間満了という日を迎えることになりました改めまして身に余るような大役であったと感じるところですが最高の結果が 得られたということは2017年に就任してから野球日本代表に関わった全ての選手、コーチスタッフ、そして浦和さんや関係した全ての皆様のおかげです。感謝の気持ちで本当にいっぱいです。本当にありがとうございました。そして12球団の監督や関係者の皆様代表の試合に 選手を快く送り出してくださったことや練習試合をしていただくことキャンプや公式戦への視察を受け入れてくださったことなど数々のわがままを聞いてくださいました本当にありがとうございましたコミッショナーはじめ NPBNPB エンタープライズの皆様には試合のマッチメイクから 大会や合宿の準備、運営、その他、常日頃から私への手厚いサポートなど、本当に感謝をしています。また、各国代表チームや野球連盟の皆様には、われわれと対戦するために来日していただいたり、海外の試合を視察する際にご協力もいただきました。心からの 感謝を申し上げますとともにこれまで対戦したすべてのチームの皆様に最大限の敬意を申し上げます同じ日本代表のユニホームを着る仲間である各世代の代表チームにお邪魔して頑張ってくださいと声をかけさせていただきましたこれは野球の裾の拡大に少しでも 貢献したいいつかこの日本代表トップチームに入ることを夢見てほしいという私のわがままから始まったのですが快く受け入れてくださいました BFJJAVA 大学野球連盟高野連全南連女子野球連盟などアマチュア各団体の皆様にも改めて感謝を申し上げます。 そして球場でテレビの画面越しで全国に至る場所で侍ジャパンを応援してくださったファンの皆様皆様のおかげでこの4年2か月全力疾走することができました熱いご声援本当にありがとうございましたこの度の大役を引き受けさせていただきその役目を終えた今 思うことはこの代表チームは本当に多くの方に支えていただくことで初めて活動できることができるものだとあると強く感じております関係したすべての皆様に心からの感謝を重ねて申し上げます私の今後の具体的な活動は未定ですけれどもこれからも 日本の野球界に支えていきたいと考えていますいただきましたたくさんのご恩に対しまして、まあ、魅力ではありますけれども野球界の発展に貢献していくことが恩返しになるのではないかというふうに考えておりますこれまでも一人でも多くの子どもが野球に興味を持ってくれてバットやボールを手にしてくれれば これほど嬉しいことはないと申し上げてきましたけれども、東京オリンピックが終わった後、北海道でも野球日本代表の帽子をかぶっている子を見かけました。これは本当に嬉しかったですし、やってきて良かったなと言葉にならない充実感のようなものを覚えました。引き続き野球に興味を持つ子どもを増やすような活動ができればと、 を考えております最後に監督就任のお話をいただいた当時迷っていた私の背中を押してくれてこの4年2ヶ月の間私の最大の理解者であり応援し続けてくれた妻そして子どもたちに心からの感謝を伝えさせてください。今日まで えー、本当にありがとう <laughs>、えー、私からは以上です本日は本当にありがとうございました続きまして質疑応答に移らさせていただきますまずはじめに代表質問を日本テレビ佐藤博様に頂戴いたします それでは佐藤様よろしくお願いいたします代表日本テレビです稲葉監督よろしくお願いいたします、えー、まずは4年間お疲れ様でした先ほどお話にもあり,ありましたが、えー、4年間いろ、えー、んな戦いがあったと思います苦しい戦いまあプレミアの優勝、えー、東京オリンピックの優勝などもう振り返るといろいろな思い出があると思います、えー、振り返って率直な思いを改めてお伺いさせてくださいはい えーまあ、まずは監督就任し,てしたときに東京オリンピックで金メダルを取るということを目標に監督を引き受けさせていただきました、まあ、その間、まあ、強化試合、練習試合そして日米あったりプレミアそしてまあオリンピックと本当にたくさんの試合を経験させていただきまた、その中で たくさんの選手と関わり合い、多くの方と出会い、本当にいろんな勉強をさせていただいた4年間でありましたし、また最大の目標であるオリンピックの金メダルというところをしっかりと目標を達成できたというところは、もうすべての方に感謝しかないですし、ほっとしている気持ちです。ありがとうございます。えー、このの年間の中で、 最も印象に残っている試合があれば、教えていいたただきたいです、はいえーまあ、最も印象というのはなかなか難しく印象に残っている試合ばかりなんですけども、えー、プレミアの大会の前の強化試合のカナダ戦なんですけども、10月の31日に、えー、行った試合なんですけども、まあ、そこで その試合で2回に6点を取られて、そして、我々ジャパンが1点ずつ返していくという、そして6対5で、まあ、負けてはしまうんですけども、1点ずつコツこつと返していく、取っていく、そして1点を防いでいくという野球を、こういう野球をやっていこうと、そしてプレミアオリンピックというところにつながっていったということに関しましては、 この金泽戦の一戦というのは非常に大きかったので、えー、まあ私のまあジャパンとしての自信というものがまあそこで見つかった試合なので非常にまあ印象には残っております。先ほどのお話の中でも選手との関係性について言及ありましたが、稲葉監督、いろんな球場に足を運び選手とこうお話をされていることが印象に残っています。選手との何か印象的なエピソードもしありましたら教えていただきたいです。 はいえーまあ、選手ともいろいろ話をさせていただきました、まあ、印象に残っているのが、まあ、日米野球に遡るんですけどもマツダスタジアムで、えーまあ、終盤、菊池選手が、えー、セーフティースクイーズをして、まあ、1点を取るという場面があったんですけども、まあ、そこで菊池選手が ネクストにいるときにセーフティーバントをしましょうかという選手から今、何をしなければいけないということを言ってくれました、これはオリンピックでもそうなんですけども、坂本選手がここ、バントですかと聞いてくれたりとか、甲斐選手が初球から打っていいですかと聞いたりとか。 選手が非常にこうその試合をどう点を取ってどう勝っていくかということを非常にこう理解をしてくれていたそういう関係性を作れたというところに関しましては、ねまあ、非常にこの4年間をかけてたくさんたくさんコミュニケーションを取らせていただいた中で選手との関係性が築けていきたいのかなという瞬間ではありましたそれがすすごく印象的ですありがとうございます。 少しお話変わりますが、えっ、ー、と、今日の午前中、えっ、ー、と、野村克也さんのお墓参りをされていたと思います。どのような報告をされて、どのようなお話をこうされていたんでしょうか。はい、まあ、まずは。金メダルと、取りますと。ええー、いう報告をさせていただきました。ええー、野村監督には。まあ、プロ野球の世界に。えー、入れさせて、いただき、えー。その野球。 もうそうなんですけども、一社会人社会人としてという人間性というところも非常に学ばさせていただきました。まあ非常に野村監督は私のことをジャパンの監督になって、表本美幸はいろんなことを言ってましたけども、まあ裏ではすごく心配をしてくれてたという話も聞いてました。まあそういう中でも本当ならこのオリンピック野村監督に見ていただきたく。 直接お会いして報告したかったなという思いはあったんですけれども、えーまあ、金メダル取れましたということと感謝の気持ちを伝えさせていただきましたありがとうございます日本代表野球侍ジャパンオリンピックで金メダル取りました日本代表の今後どのような目標を持っていくべきと稲葉監督お考えでしょうか はい、えーまあ、私は目標は金メダルというところを設定が、まあ、ありましたので、まあ、私はそこに向けてき、えー、ました、まあ、今、今後の目標次の大会がまだ決まってない中では次の目標が決まり次第その目標に向かってやってくれるというふうに期待をしていますし またこういう侍ジャパン、今回もそうなんですけども、こういう若い世代が今、どんどん出てきてますから、そういう方たちがやっぱり子どもたちの模範である、憧れる選手である、そういうものをこの侍ジャパンは今後も目指してやっていただきたいというふうにも思っております。 オリンピックでもあの若い選手を稲葉監督起用されていた印象が残っていますが今後、サムライジャパンを背負っていくと期待している選手という具体的な選手いいらっししゃいますでしょうかまあ先ほども言いました若い選手、たくさんまあ出てきています、まあ、その中でもオリンピック一緒に戦ってくれた村上選手もそうですし、まあ、ルーキーの糸井宏美選手もそうですし、えー、栗林選手もそうですし。 えもう今、どんどん本当に若い選手が出てきていますから、えー、こういう選手たちが今後こう日の丸を背負って戦う姿というのはあ楽しみにしたいなというふうに思います最初の稲葉監督のお話にもありましたが、まあ、子どもたちがオリンピックであったり、えー、日本代表が活躍する姿を見て野球を始めたりプロを目指したり日本代表を目指したりということがあると思います。えー、子たたちへの何かかメッセージをいただけますでしょうか えーまあ、オリンピックを見ていただいてそれをきっかけに野球を始める子,子どもたちが、えー、いるのであればもうこれほど嬉しいことはないですし、まあ、これから私も野球をやって、まあ、野球の技術もそうなんですけども,もう人間稲葉篤則というものを野球で育てていただいたというふうに思いますので。 まあそういう意味でも野球をこれから続けていってもらって、えー、どん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 いろんなことを鍛えていってもらってまあゆくゆくはプロ野球選手になっていただきたいですしまたこのサムライジャパン野球日本代表チームここを目指してこれからもやってほしいなというふうに思ってますありがとうございます代表から以上になりますはい日本テレビ佐藤様ありがとうございました、えー、それでは その他にご質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名させていただきますので、お近くのマイクの設置場所へ移動していただき、ご質問の前に会社名とお名前をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、高木さんお願いします。 サイジャパンをおっしゃるでです4年間お疲れ様でした,した、えー、この4年間で最も、えーまあ辛かったこと苦しかったこと、えー、がどのようなことかとあとは、えーまあ、それを経てそれがあったからこその喜びというものを教えていただければと思いますそうですね、まあ、やはりコロナで1年延期になったというところはなかなか。 選手とコミュニケーションを取ることができなかった、また、まあ、グラウンドに降りて監督、コーチの、まあ、お話をさせていただくことが、まあ、なかなかできなかったというところはです、ねまあ、非常に、まあ、苦しかったというよりは難しかったなというところではありました、まあ、ですけど、えー、今年になって、えーまあ、球場に選手発表してから グラウンドにも降れさせていただきましたし、まあ、その中でいろんな話ができたというところは、非常にまあ助けられた部分ではあり,ありましたありがとうございました。 えー、フルカウントの宮脇と申しますちょっと2点ほどお伺いしたいんですけども、まず1点は、あのまあ、今後、まあ、公認が決まれば、おそらく引き継ぎみたいなことも行われるのかなと思うんですけども、まあ、監督、えー、日本代表監督、こういうところが大変だったよとか、もしくはこういうところをもしかしたら改善した方がいいんじゃないかとかいうようなことがありましたら、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけども。 まあ私はオリンピックを目標にずっとやってきましたのでそのために必要なことを全てやらさせていただいたので特に大変というふうに思ったことはありませんまたあまあ改善という意味でもですね、まあ、私はやりたいことを全て伝えて最大限、えー、私のために サポートししていたただきましたから私のやりたいことはすべてやらさせていただきましたので、まあ、次の監督がど,のどういうふうになるか分からないですし監督のまた考えというのがありますから、まあ、何もアドバイスという意味では何もないですけども,も私は最大限サポートをしていただきましたので、はい、感謝の気持ちでいっぱいですというところです。 じゃあすいませんもうう一点よろしいでしでょうか、まあ、今あの、えー、野村克也さんに対する思いも話されましたけども、まあ、その前にその菊池選手や坂本選手、まあ、つなぎの野球というようなところもお話しいただいたかと思うんですけどもそのやっぱり稲葉采配に与える野村さんの下で野球をやった影響みたいなのがあればちょっと教えていただきたいのですが。 私はずっと事前の準備備えあれば憂いなしという言葉をすごく印象的に残っていて現役時代もその言葉をずっと胸にやってきましたまあそういう意味ではまあ選手に迷いがないようにたくさんの準備をさせていただきましたしまあ私もできる限りコミュニケーションを選手ととって、まあ 選手たちとの関係性を築いていてくこれはなかなか1年の間で、まあ、春と秋2回しか集まれませんからなかなか、まあ、腹を割ってこう話すというのはなかなか難しいんですけども私は4年という月日がありましたからもっと言えば国防ジャパンの時からコーチをさせていただいた、まあ、約8年間の間で。 引き続き上げてきたものというのはね。非常にまあ大きかったのかなというふうに思います。そういう。まあ準備をしてきたからこそ、こういうまあ最高の結果につながっていったのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 成川さんですかね。お願いします。北海道新聞の成川です。お疲れ様でした。あの先ほど稲葉監督がおっしゃってたあの東京五輪の後に北海道であの子どお子さんがその日本でサムライジャパンの帽子をかぶっていたことが嬉しかったと。 おっっししゃってましたがその他に何かこう五輪終わった後にに何かこう子供たちに野球を見てもらえたんだなと感じたエピソードなどがあれば教えていただけますかはいえー、そうですねあのー、まあ外に買い物に行ったりしてもですね周りの方たちからおめでとうと言っていただいたりとかまあ 私の息子は今、野球を始めたので、その、まあ、野球チームの子どもたちから祝福をしていただいたりとか、非常にこう多くの方たちがこのオリンピックを見ていただきましたし、えーまあ、感動をいただきましたという言葉を、うん、まを、あ、いただきましたので、まあ、非常にまあ嬉しかったですね、はい、分かりました、ありがとうございます。はいはい はい、その他いかがでしょうか。はい、N.H.K. 杉山お願いします。N.H.K. の杉です。4年間お疲れ様でした。ありがとうございました。あ,したあの稲葉監督はあのずっと選手たちに求めることとしてその日の丸への思い、サムライジャパンへの思いということをずっと言い続けてこられました。あのまあ選手というのはあくまであの。 所属チームでのシーズンというものを戦いながらという難しさも野球の場合あると思うんですけれどもこれからもその代表になっていく選手たちに対してこう期待することを求めることというのを教えてください、はいえー、そうですねやはり、えー、世界の舞台で戦うというのは、まあ、非常にこう自分のレベルを知るというのもそうですし えーまあ、自分の成長できる場だというふうに思うので、まあ、これはもちろん選手の価値観というのはありますので、えーまあ、代表にそんなにまあ興味がないという選手ももちろん中にはいると思います、えーまあ、ですけどやはり、えー、この代表チームというのは、えー、子どもたちも含めていろんな方たちが注目をしていますし まあその中で自分の野球スタイルというものを見てくれるそしてまあみんながその選手を見たときに子どもが憧れ目標である、まあ、そういう,こう選手になってほしいなというふうに思いますし、まあ、日本の野球は世界で一番だというところを常にこう目指しています。 これからもやっていただきたいなというふうに思ってます。すいませんあともう一点あの先ほどご挨拶の中でまあこう、えー、ご家族のお話の時にこう涙こみ上げるところがありましたけれどもさすがに入、ね、っでどういうことがこうどういう気持ちからの涙だったのかというのを教えていただけますか。そうですねまあやはり常に、えー、まあ、えー、野球日本代表の監督という目で、えー、見ていただきますから。 まあ家族もいろんなことを我慢してくれたと思いますし、えー、我慢してもらった部分というのは非常に大きかったですし、まあ、そういう意味でもその4年間ありがとうございましたという,もう気持ちで、えー、こうぐっとくるものがありました、はい、ありがとうございましたはい、その他いかがでしょうか。